アのチャンピオンです。同じく日本の選手です。ジュニアのチャンピオンシップス初めての大会となります。ユズーパニュー、グランプリシリーズは2つの大会に出場しました。 NHK 杯第4位、ロシア大会では第7位でした。シニア1年目、大いに刺激を受けている。特にパトリック・チャンの滑りに随分刺激を受けたんだそうです。そうですね、彼も魅力的なスケーターですからね。そうですね、ホワイトレジェンド、白鳥の湖のアレンジです。16歳、羽生結弦選手でした。とても良い出来でしたよね、はい、コネクトステップからのジャンプだけが少しフェンスに近づきすぎちゃったので、自分でもちょっとあっと思ったんじゃないかなと思って、コントロールがうまくいかなかったんじゃないかな、折り方もいいと思うんですが、はい、それ以外はとても良かったんじゃないでしょうかね、はい、初出場の選手です。強いですよね。そうですね、はい、楽しみな選手ですね、はい。最初にトリプルアクセルですね。振り返りも少しバックインサイド陣になってしまったんですけども、でも、ま、問題ないかなと思います。これは一つ目がちょっと歪んだんですけど、二つ目しっかり立て直しましたね。そうでしたね、はい、強いですよね、はい、あれダブルにしてしまう選手も多いと思うんですよ、はい、
でもあえて頑張って次トリプル飛んでまっすぐの飛べるって素晴らしいんじゃないかなと思う、これですよ ね、 ちょっとファイスに近づきすぎてしまいましたね、とてもあの感情も出そうと反省を出そうとしてる反省のある選手ですよね、シニアでどんどん滑っていっていい選手になっていくんじゃないでしょうかね。そうですよね、本当に楽しみな選手です。本人の目にも一生懸命吸収していろいろ強くなっていきたいと思っているところなんでしょうしね。そうでしょうね。スコアスプリーズフォーユズルハニュー、全日本選手権は4位でした。日本队的羽生结弦规定动作短曲的总得分为76.33，目前排名第三名，这是他近来几次成绩中表现最好的分数。Yuzuru Hanyu from Japan has earned in the short program 76.4. ショーン・ソーヤ選手がもう演技を終えてスタンドで完成してましたね。